教一と令は、中華民国の政治家。祈頭防教自治政府、中華民国臨時政府、中華民国維新政府、南京国民政府で要人となった。字は、反響。蝶の洞の第13子である。兄は、蝶炎鏡老いは、蝶圧子。祖籍は、直令省、南皮県。北京大学文科の卒業生で、北京政府教育部で。 官歴を開始する。後に、武漢に向かい、直令派の阿田英傑の秘書となった。1925年に、北京に戻って、北京民国大学教授となったが、翌年からは、河北省の各県で県庁を歴任した。1935年11月、陰南事項が、藤棒教自治委員会を受立すると、張人志令はその民政庁長,長に任命された。 1937年4月、院の命により、日本を訪問して、名古屋反対平洋を平和博覧会を視察している。しかし、同年7月に、通州事件が勃発すると、長は、院と共に、日本軍から、事件の首謀者と疑われ、収監された。翌年1月、保釈されると、中華民国臨時政府において、新民会副会長を務めた。 さらに、北京小物院常務理事総幹事にも任命されている。1939年3月、日本軍の指示により、武漢に向かい、武漢治安維持会を組織した。翌月、中華民国維新政府の下での初代武漢特別、市政府市長に就任している。翌年3月、王朝明が南京国民政府を樹立すると、 蝶ひと令れは引き続き武漢特別市政府市長を務め、さらに中国国民党中央委員に任命された。同年9月、武漢特別市政府は観光市政府に改められたが、引き続きバリが市長に止まっている。1942年12月、観光市政府は観光特別市政府に改組されたが、やはり蝶が、 市長に留任した。1943年、新国民運動促進性総会部官分会委員、全国商業党総会部官分会副委員長を、兼任した。武漢市長在任中に、長人司令は、観光の堤防である、超高堤、み、超方北の集築などを含む治水事業に力を、注いだ。これは、かつて、 観光領事館で武漢を務めた経験を持つ、公安河北連絡部部長、森岡さつきが、1931年と1935年に、同地で水害を体験したことから町に治水事業の推進を求めたことがきっかけであった。町自身も、官官のお名をすすがんとして、懸命にこの事業に取り組むことになる。1940年5月、 行政院副院長兼財政部長の州復会が、町に延税、煙酒税、煙土税の50%を上納するよう要求してきたが、治水事業を重視する町はこれを拒否した。このバリの治水事業の成果については、現在でも、観光では高く評価されている。同年10月、観光特別市が、湖北省管轄の普通市に格下げされたことに伴い、 張人と司令は、天津特別市市長へ移動した。また、河北政務委員会委員も兼任している。1945年2月、天津市長から退いている。日本敗北後、張人と司令は、紹介席の国民政府により、官官として逮捕され、無期懲役の判決を受ける。2年後に釈放され、北平氏に勧挙した。しかし、 中華人民共和国成立後の1951年5月20日、北京市人民政府はバリに対して、反革命罪により、死刑を言い渡し、直ちに執行した。去年52、ありがとうございます。